それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、藤井聡太名人に、名人戦の5局の戦いぶりについて、伺っていきたいと思います。まず、第1局から、はい、ということだったんですけれども、戦型が、藤井名人の後手番で、藤井新名人が後手番で渡辺名人が、ちょっと顔面モードで来るという流れになったんですけれども、はい、このまずこういう戦型になったことのこうイメージとか印象というのはどんなものだったでしょうか。はい、そうですね、やっぱりその前の棋王戦が角換わり大間中心としたシリーズになっていたので、やはり本命戦線に当たっても、そちらを本というか本命で考えていたところはあったんですけど、ただそうですね、渡辺名人の方がこう6六歩と角道を止めるときに少し時間も使われていたので、その時に何というかそういった展開になることもあるのかなというふうに感じましたし、またそうです、実際にそのように進んで、そうです、なので、この名人戦ではその棋王戦とは結構違った展開になっていきそうなのかなというふうにも、はい、感じました。で、棋譜もちょっと一応ご用意してるんですけど、はい、ありがとうございます。もしあれでしたら参考していただければと思います。ありがとうございます。はい、1日目の進行、駒組みなどは何か、はい、ここがポイントだったなというところはありますか。はい、そうですね、結構お互いそのこう最終的にどういう形に組むかというのは、少し、こう保留しながら駒組みを進めていたところがあったんですけど、こちらの、6四歩とついたのが、少し、形を決めた手で、その4二角からこう6四角という、角を展開する数字がなくなっているので、こうそれを見て、そうですね、また名人の方がこう、その銀から3五歩とこう、なんていうか、素早く早繰り銀のような形で仕掛けられて、そうです、それに対して、その先ほどの数字がなくなっているので、ちょっとどう対応するかというのが、1日目で、最も悩ましかったところかなとは思います。2日目に入って3号風の局面で1時間47分、はい、107分考えていたんですけれども、はい、大長考だと思うんですが、はい、ここで大体どのあたりまで読んでいたのかということをちょっと改めて教えていただけますか。はい、そうですね、3号風と取ると、必然的に攻め合いのような進行には、なるかなと思っている、なので、一気に終盤に近いような局面まで進む可能性もあるのかなというふうに思っていました。で、そうですね、本譜の進行ですと、それほどそうですね、やっぱり先のことなので、すごく細かく読んでいたというわけではないんですけども、8八飛車成と飛車を乗り込んで、7九金に9八竜とか、その攻め合いの形、こちら、の局に対してはこう1近くなりか、2一まであったり、そういった攻めとこちらの攻めがどちらが早いかという展開になる可能性は結構あるのかなと、はい、思っていました。結構それはいくつかある候補のうちの一つという感じなんでしょうか。そうですね。それとも本命っていう感じなのか。ただお互いなんていうかどういうふうに手を組み合わせるか結構いろいろ考えられる局面かなと思っていたので、それほどなんていうか本譜のように進むという可能性が高いと思っていたという方ではないなかったかなと思います。一局を振り返ってこの対局の勝因、ポイントってのはどのあたりになりますか。なんかこう局面、ちょっとひょっとしたら今おっしゃってたところと重なるかもしれませんけれども。はい、そうですね。やはり結構なんていうか連携の少ない将棋でどういう形でなんていうか本格的な戦いに入るのか、つかみづらいところもあったんですけど、結果的にこう本譜、3号からこういいタイミングでこう動いていくことができて、そこでなんていうか少しペースをつかめたのかなというふうには、はい、そうすると、この第1局のポイント、
ポイントの手としてあげようとすると、はい、3五歩。ああ、そうですね、まあ、その3五歩というのは、まあ、その前にまあ9六歩と打って、まあ、少し、まあ、その9六歩でこうタイミングを測って、まあ、その3五歩、まあ、そこのタイミングでこう、なんていうか、まあ、攻め合いに出たというところが、なんていうか、まあ、よかったのかなというふうには、はい、思っています。そのセットが良かった、組み合わせで。あ、そうですね、その、そうですね、まあ、いい形で戦いに、その手順で持ち込めたかなというふうには、はい、思っています。で、まあ、第2局にちょっとじゃあ、はい、来たんですけれども、はい、第2局は、まあ、藤井新名人が先手で、はい、まあ、でもやはりこう雁木模様というんでしょうかね、後手、はい、あの渡辺名人ちょっとあの態度決めないような指し方だったんでしょうか。あ、はい、ありがとうございます、はい、もうあの手に持って見ていただいても結構なちょっと見にくいと思うので、あの、この対局はポイントとしては、あ、はい、まあ、あのやはり1局目とある意味似たような展開というところもあったと思うんですけれども、序盤の駒組みのところとか、ただこう、後手の格好も結果的に左目になったりですとか、はい、なんか組み上がりのあたりというのはいかがだったでしょうか。先手やぐらで後手左目みたいな感じですけれど、はい、そうですね、あの、まあ、序盤のこう渡辺のこう5四歩というのがなんとか工夫されて、恐らく工夫の一手で、結構まあ、こちらは、なんとか7八金と上がらずに、まあ、急戦に行くのも当然有力だと思うんですけど、その時に、こう、5四歩と突いてあると、まあ、6二銀とかをこう省略して、この7四歩から、まあ、7三桂か、6五桂のような、まあ、仕掛けが成立する可能性もあるので、まあ、少し、まあ、そのなんとか、まあ、急戦を、まあ、牽制されているというところがあって、で、まあ、そうです。それで、まあ、本箱7八金と上がって少しまあ持久戦模様の展開になって、まあ、その時その5四歩と突いてある形がまあどう出るかというのが一つのポイントかなというふうに思っていました。で、そうですね、ただこう、そうですね、やはりお互いやっぱりどういう形に組むか、なんとかそのまあ理想形がなんとかまあ見えづらい勝負で、結構まあ序盤からこう手探りというところが多かったかなと、はい、思います。1日目は駒組みで、はい、あの三国同歩同角と歩を交換した後に、はい、三四金で、まあ、これ昼休憩挟んで二六角と引いたというところがあったんですけど、はい、まあ、一三角成と激しく攻める展開も考えられたところだと思うんですけれども、はい、そのあたりはこう例えば、もともとそういうやっていく攻めていくつもりがあったのか、予定変更なのか、そのあたり の意識というのはどうだったんでしょうか。あ、はい、そうですね、もともと3五歩と仕掛けた局面では、まあ、同歩同角3四歩に毎日三角成りという手順を、まあ、本戦で考えていて、まあ、ちょっとそうですね、3四金と、まあ、力強くこう出られる手を少し、まあ、軽視してしまっていたところがあったんですけど、それでそうです、まあ、3四桂に対しても結果的には1三角成と、まあ、攻めていった方がおそらく良かったと思うんですけど、ちょっと本譜は、まあ、2六角でも、まあ、難しいのかなと思ってやっていたんですけど、まあ、その先に誤算があって、まあ、苦しくしてしまったという感じでした。対局中の心境というのはいかがですか。結構まずいなという感じだったんですか。ああ、そうですね、やっぱり、まあ、なんていうかはっきり、まあ、誤算があってちょっと、まあ、そうですね、まあ、その中盤ですけど、こうすでにそうです、まあ、苦しい局面になってしまっているなというふうには、はい、思っていました。その後、まあ、形勢がどこかで好転するということになると思うんですけれども、はい、ここで好転したなっていうポイントの局面というのはどのあたりになりますか。そうですね、いや、ずっとそんなに手応えがあったわけではないんですけど、6五桂の8八銀と引いて、結構その少し9八の竜にこうすぐに活躍されるという形ではなくなったので、そのあたりで、まあ、もしかしたら若干持ち直したんじゃないかなというふうには思っていました。おお、もうそうですね、同じような質問で勝因になったところ
勝ちになったポイントっていうのはその後どうでしょう。あ、はい、そうですね、その後、そうですね、まあ、2六歩取って少し一瞬待てを渡すような形になったんですけど、まあ、そうですね、そこで何とか後手からこう厳しい手がこうあったらまあ負けという局面なんですけど、まあ、結果的にまあ少し何とかこちらがこう甘せそうな展開になったので、まあ、その辺りからこう良くなったかなというふうには感じて入りました。この対局で、図でポイントの局面というのは挙げるとしたら、はい、どこに思いますか。ああ、そうですね、いや、そうです、まあ、本局ですと、まさにやっぱり3、4金とこう出られた手が、まあ、一番やはり印象に残っていて、そうですね、まあ、なんとか刺されてみるとやっぱりいい手だなというふうに感じましたし、まあ、そこからちょっとこちらが、まあ、苦しく対応が違えて苦しくしてしまったというところがあったので、で、まあ、結果的に勝つことができた勝負ではあったんですけど、まあ、自分としてはそこが一番のポイントだったかなというふうには、はい、思っています。先ほどおっしゃっていた誤算があったと気づいたのは3四金された時なのか、それよりもうちょっとあったんです。あ、そう、その後も2六角に合計、まあ、9六歩とついたあたりで、ちょっとその9六歩の時に、まあ、その3七桂成同角で、まあ、3五桂という手が、まあ、厳しいということに気づいて、まあ、ちょっとそうです、そこで、の時にちょっと、まあ、失敗してしまったかなというふうに、はい、思いました。ありがとうございます。よろしいですか。はい。あ、材料でお願いいたします。あ、はい。角取りの局面であるに、2六桂とついた、はい、手が控えすぎるようによく分かったんですけれども、はい、プレーオフの、広島戦の3七桂とか、はい、中段から事前にかけての桂に講師がこの半年ぐらいなんかすごくなんとなく印象ですけど多いようなあの2六桂の感触は今だったんですか。はい、そうですね、まあ、2の巻き成りが、まあ、分的にはまあ両取りで受けのない形なんですけど、まあ、そうですね、まあ、すぐにこちらの玉がこう危ない形、すぐに寄ってしまうという形ではなかったので、ちょっとまあ、なんとかまあ攻め合いに行きたい局面かなというふうにも思っていて、まあ、その時に先に6系というのはこう一番早い攻めになるので、結構まあそれで、まあ、どうかというのは、まあ、その対局中の感覚としても、なんていうか、まあ、思って入りました。そこで言ってくれたんですが、デビュー当時からなんというかその、まあ、序盤から右系が角換わりとかでも活躍する将棋が増えてきたというところから、はい、より積極的な駒になっているような感覚がなんとなくあるんですけども、はい、その桂馬という駒の機能の役割、今現代将棋における持っている大きさみたいなものどんなものでしょうか。それは変わってきている感じでありますか。ああ、そうですね。そうですね、まあ、例えばその従来 の、脇システムのような形ですと、その、まあ、こう右の桂馬はなんかこう、まあ、攻めの駒というよりはこう攻め駒を支えるような結構役割であることが多かったんですけども、最近ですとやはりそうですね、その結構まあ右の桂をやっぱり、まあ、序盤からこう積極的にまあ活用してこうやっぱりまあ攻めていくというやっぱり指し方が、まあ、全体としてもやっぱり多くなってきたのかなという印象はありますし、まあ、結構そうですね、その結果としてそのこう中盤にかけてその桂交換が結構行われる、まあ、角換わりなどでもやっぱりそういった展開がなんていうか、まあ多いなというところは感じますし、やっぱり結構それをやっぱりどう活用していくかという、まあ、視点がやっぱり求められることは多いなというのは、はい、なんというか、まあ、指していても、はい、感じています。では第3局に行こうと思いますけれども、はい、第3局は、はい、ユリクス
黒星となってしまったのであまり振り返りたくないかもしれませんすみませんが、この第3局は、まあ先手でしたけれども、あと後手ですね、後手でしたけれども、まあ、先手からするとちょっと角換わりの出だしではあるものの、はい、まあ、ただ2六歩型ということもあるのか、はい、藤井名人の角換わりは選ばなかったんですけれども、はい、まあ、これはやはり2六歩型か2五歩型では大違いということになりますか。あ、そうですね、そうですね、まあ、2五歩型に対してやはりその角換わりをなんで、まあ、避ける指し方を選ぶと、ちゃんとやっぱり2筋をやっぱり交換されてしまう形になるので、うん、まあ、2六歩型の方がやはり、まあ、そういう後手からするとそういった展開を選びやすいというところは、はい、あるかなと思います。で、第1局第2局は渡辺名人の方が、まあ、雁木、まあ、結果的に雁木になってないんですけれども、あ、そうですね、藤井新名人の方が、まあ、第3局で後手で雁木に構えたということだったんですけれど、はいはい、このあたりこう自分がこう実際雁木に組んでみてのこう、感触っていうのはどんな印象だったですか。ああ、まあそうですね、いや第3局に関してはまあ全く経験のない形ということではなかったんですけど、うん、ただそうですね、例えばまあその序盤でこう9五角とも8三飛車という交換が入ったり、結構細かいところでやっぱりなんていうか、まあ違いがあったので、そうです、まあ、そのあたりがなんていうか、まあどのようにこう影響を及ぼすかというのを慎重にまあ考えて進めていたという、はい、感じでした。これ実際そうですね、まあ結構互いに初日がっちりこう駒組みしてたと思うんですけれども、はい、まあ、この藤井名人の方からこう6五歩、6、4五歩と攻めていったところがありましたけど、はい、この辺りの攻めの感触というのはいかがだったですか。あ、そうですね、まあ、そうです、まあ、先手が8八玉とこう入門した手に対して、まあそのこう、まあ、そう、三三の角の突きを通して少し、まあ、玉をなんていうか、まあ、睨むような形になっているので、なんていうか、まあ、手の感触としては悪くないのかなと思ってやっていたんですけど、ただちょっとまあこちらも結構2筋に、まあ、傷を抱える形になるので、うん、まあ、どちらの攻めが結構より厳しいかというのはなんていうか際どいところかなというふうには、はい、思っていました。その後結構そうですね、まあ、七角成同金二七歩ってあたりのこうかなり複雑なやり取りがあって、まあ、そのあたりが、形勢的には割と左右するところだったかもしれないというのがあったんですけど、そのあたりのこう読みの、反省点など改めていかがでしょうか。あ、そうですね、なんか、まあ、本譜は結構その、まあ、考えられる変化の中でもかなり、まあ、そのまあ、その封じ戦の後ですね、まあ、展開としてかなり、なんというか、まあ、こう直線的なというか、まあ、激しい、なんというか、まあ、展開に進んで、ちょっと、そうですね、まあ、まあ、5、6飛車と回ったあたりは少し、まあ、ペースをつかめているのかなと思っていたんですけど、ただ、あまり、なんというか、まあ、想定している展開ではなかったので、少しこう、なんというか、まあ、その、形勢であったり、ちょっと局面の急所を、なんというか、しっかり、こう把握できていないところがあったのかなと思います。で、そうです、そのちょっとそうです、まあ、2、7歩だったのが、まあ、ミスで、ちょっとそこからはなんとか結果的にはちょっとどうやってもなんとか勝てないという将棋になってしまったかなというふうに、はい、思います。まあ、さっきずっと同じ質問ですけども、この局でポイントの局面を詰めて上げとしたらどちらのところになりますか。そうですね、いや、やっぱりそうですね、その、まあ、重複してしまうんですけど、やっぱりその、なんか同桂の局面ですかね、ちょっと、まあ、2七歩と打って、ちょっとそこから勝ちがないという感覚が、ちょっと、なかったので、やっぱりそこがこう甘かったなというふうに、はい、思っています。第4局、はい、
まあ、またしてもというか、こう、はい、各道を止めて、ガンドモードの将棋になっていったんですけれども、はい、この将棋 の、 名人の序盤戦の印象というのはいかがだったですか。まあ、雁木に組んで結構もう早々と7一に銀がいるまま仕掛けていくっていうような格好だったと思うんですけれども、はいはい、そのあたりのやられてみての印象というのはいかがだったでしょう。あ、序盤のポイントはそうですね、まあ、後手の雁木に対してこう先手がこう、まあ、急戦を仕掛けていくというのは、まあ、結構、まあ、前例もある将棋で、まあ、その時にこの結構急筋の付き合いで、まあ、全体的には後手の方にが得になることがまあ多いんですけど、まあ、具体的にこうどう生かすかというのはまた、まあ、また違った問題で、うん、結構まあその、まあ、後手のまあそれをの発想の付き合い を、まあ、生かすどう生かすかというプランがまあ問われる将棋ではあると思うんですけど、そうですね、まあ、そういう視点で見たときにその7一銀の型のままこの7三桂をこう急いで5六五桂から仕掛けていくというのは非常になんていうかそのすごくまでにいかなった指し方で、うん、いやそうですね、自分は指されるまでなかなか結果がつかなかったですし、いやもう発想されてみると実際なかなかその攻めをまあ受け止めるのがこう容易ではない形になっているので、いやそうですね、まあ、こういう指し方があるんだなということを、はい、強く感じて入りました。まあ、実際そうですね、局面でいうと9五歩と仕掛けられて、はい、戦いに突入という感じで、はい、もう6五桂6六か8六歩ってもうどんどんなんか、はい、後手が攻めてくるぞっていう感じだったと思うんですけれども、はいはい、実際仕掛けられてどんな印象だったですか。ああ、そうですね、いや、やっぱりそのこの7一銀型もで、まあ、異色ですし、やっぱなので、まあ、やっぱり常にこの7三角のようなやっぱり傷を後手も抱えている形で、いや、まあ、なんというか、うん、まあ、なんとかなるんじゃないかなというのが第一感ではあったんですけど、ただやっぱり考えてみると結構そういったその後手の陣形をやっぱりとがめるというのがなかなかこう難しいということも分かってきて、いや、まあやっぱり考えてるうちに結構これはこうなんとかうるさい戦なのかなというふうに感じているところは、はい、ありました。その後の封じ手前後のこう、そうですね、封じ手後ですかね、その渡辺名人が8六角と歩を取って攻めてくるあたりのこう、まあ、結構いろんな攻め方が後手からあったようなんですけれども、そのあたりのこう、こう攻められたらまずかったなっていうのはどこかあったでしょうか。あ、まあ、六方形八八銀の局面、うん、あ、まあ、まあ、9六香同香8六飛車という手順を、まあ、本戦で考えていて、うん、まあ、それに対して9九香と打って、まあ、8八飛車の両角8六角7八玉でこのしのげるかどうかということを、まあ、対局中は、まあ、考えていたんですけど、ただ、まあ、それはそうです、まあ、かなりなんというか、まあ先手力も危険な形になる順なので、まあ、何かあってもおかしくないかなというふうには、はい、思っていました。その後ここ勝因というのはどのあたりでしょうか。ああ、そうですね、うん、まあ、そうですね、やっぱりまあこちらの力も全く薄い形ではあるんですけど、ただまあ後手の攻め駒がやっぱりそれほど多くはないので、そうですね、なんていうか、まあ、それが後手を攻めるのが手厚くならないようになんていうか、まあ、指していったのが、まあ、なんていうか結果的に優勢につながったかなというふうには思っています。なしですけど、この大学でポイントになる局面を挙げるとしたらどの局面になりますか。
はい、そうですね、8八歩に対して、まあ、封じて7七桂とぶつけて、まあそうです、結構、まあ、後手の攻めが、なんていうか、つながるかどうか、まあ、際どい展開が続いていたと思うんですけど、まあ、そこからこう少しずつ、なんていうか、受け止める形に、なんていうか、まあ、できたかなというふうには思います。そしたら、第5局ですけれども。あ、はい、あ、まあ、この第5局も、そうですね、この、戦型的には、第3局と似たような出だし、はい、ということになったかと思うんですけれども、はい、まあ、渡辺名人がちょっと、違う対策というような格好できて、はい、そうですね、まあ、じゃあ、組み上がりのあたりとかは、どんなイメージだったでしょうか。あ、そうですね、まあ、その三手角の形と、その、まあ、この穴けど、跳ねるその、まあ、菊水矢倉の組み合わせというのは、ちょっと、まあ、自分自身はちょっと、まあ、気づいていなかったんですけど、ただ、いや、全然悪い形みたいなので、ちょっとそこは、なんというか、まあ、認識不足だったなというふうに思っています。で、そうですね、まあ、序盤、まあ、やっぱりその、先手の方がこう指したい手が多い形、なので後手がこうどういうふうに動きを見せるかというところがポイントにはなったと思うんですけど、ちょっと、まあ、結果的にこうそのあたりで少し、まあ、妥協をしてしまって、なんとか苦しくしてしまったかなというふうには、はい、思っています。なんか具体的にその序盤こうやった方が良かったと思いますか。あ、そうですね、まず、まあ、8、9局の時に、まあ、6一飛車と引いたんですけど、少し、まあ、6一飛車はなんていうか、まあ、一手の価値があまり高くなかったかなというふうにも思ったので、まあ、かえって2二玉とか、まあ、そういった手の方が自然だったかなと思います。まあ、ただそうですね、まあ、その後、6五歩と仕掛けて、同歩の時、まあ、同銀と取ったのが多分はっきり良くない手で、ちょっとそこから、まあ、かえって7五歩と突けばまだ難しかったかなと。ちょっと、まあ、6五と取ってからは、なんていうか、少し、まあ、やっぱり苦しくしてしまって、まあ、どう、なんていうか、あやをつけるかという、なんていうか、展開だったかなというふうに、はい、思っています。今おっしゃった手順というのは、こう、第5局など、研究されたということですか。ああ、そうですね。まあ、振り返って、ちょっとそのあたりが、ちょっと良くなかったかなというふうには、はい、思いました。そうですね。まあ封じてが9五歩で、その前後も結構割といろんな選択肢があるあたりだったと思うんですけれども、はい、こう4七銀とちょっと右辺の方で手を作るというか、はい、まあ、相手の攻めを牽制するような感じになって、こうそのあたりもやっぱり苦しいっていうような、しばらく苦しいっていうような印象だったんでしょうか。ね、ああ、そうですね、まあ、4七銀のところは、まあ、7五歩とどちらかかと思ったんですけど、少し今の7五歩もやっぱり攻め合われて少し足りないかなというふうに思ったので、まあ4七銀でなんていうか、まあ、攻めを催促して、まあちょっともう焦らせる展開にできればと思っていたんですけど、またそうですね、やっぱりこうその後もただ的確に押さされて、まあ、苦しい局面も続いているのかなというふうに、はい、感じていました。その後、そうですね、4六角から6六角とこうなんか2枚の角で、あ、はい、結構ちょっと変わった形かなと思うんですけども、あ、はい、この辺りの、なんでしょう、まあ、受けつつ攻めも見つつという辺りというのは手応えはあったんでしょうか。あ、いや、そうですね、まあ、いろいろ考えたんですけど、まあ、まあ、最終的に勝負になるとしたら、なんとかもこの順位しかないのかなというふうに思って、まあ、依然として形勢はやっぱり苦しいだろうなと思っていたんですけど、まあ、まあ、少しでも、まあ、先手力にこう闇をつけられればというふうに、はい、考えていました。その後どうでしょう、形勢好転したなと思ったらどうなったんですか。ああ、そうですね、そうです、
ですね、その後ドマサンさんと受けたところで、そうですね、先手からまたすごく厳しいという攻めはないかなというふうに思ったので、少し今持ち直したというか、まあ、こちらがまたこの後お反撃するチャンスが来てもおかしくないかなというふうには、はい、思っていました。この対応で本当になった局面、あ、はい、どういうことですか。あ、はい、あ、そうですね、やはりその、まあその、まあ、2四飛車に4六角と打つところで、まあ、苦しい局面続いていたと思うんですけど、なんていうか、それで、まあ、局面を複雑にして、まあ、勝負に持ち込むことができたかなというふうには、はい、思っています。あの、改めてですけど、この名人獲得勝利が近づいた時というのは心境はいかがだったですか。はい、ああ、そうですね、いや、そう、まあ、少しまだ何というか持つ時間もまあ残っていたので、やはりかなりまあその最終盤やっぱりまあ慎重にやっぱりまああとも確認を重ねたというところは ありました。あの、そんなにこう、どうでしょう、ドキドキとか緊張とかそういうのは、プレッシャーとかありましたか。ああ、そうですね、いや、もしこれが、いや、秒読みだったらやっぱりそういうことはあった、かなとは思うんですけど、そうですね、やっぱり少しも時間があったので、なんとか少し落ち着く、まあ、気持ちを落ち着ける余裕はあったのかなと、はい、思います。